今大阪市の中央区ってとか知ってますね。ここすごいよね。これもこれが一般道で、この右がほら阪神高速ですよ。グッチさんです。でグッチさんチャンネル、どうもグッチさんです。おはようございます。現在は朝6時です。ここはですね、大阪市ですね。いやー、朝は気持ちいいですね。で、今日なんですけど、私はですね、大阪に行く用事って、そうだね、今年は特に野球観戦が多いんですよ。で、私はオリックスのチームが大好きなので、京セラドーム大阪に、足を運んでいくんですけど、まあ、基本ナイターじゃないですか。まあ、土日とかね、祝日はおよそ1キロでこの信号を右方向です。デーゲームとか多いですけども、まあ、基本6時なんですよね、試合開始って。で、朝6時じゃなんで行ってんねんって話なんですけど、まあいろいろ事情がありますいろいろ事情があります。今ちょうどメガ阪神高速のところですね。阪神高速のとこ でこのままずっとまっすぐ行くと大正区の方に向かっていくんですよね。ここの道路がね、まあマジで本当に複雑。もうね、大阪のこの中心地のこの道路って、まあね、不思議な作りなんですよ。およそ 300m 先、東岩里2交差点を通過後、右側の車線を進みます。今ナビ行ってるじゃないですか。その先、5キロ以上道なりです。あのね、上これ阪神高速なんですけど、まあ普段僕は愛知県なので、まあ、愛知県とか岐阜県が多いんですけど、まあ、なんだろう、こう19号だったり、国道あれ21号か、岐阜と名古屋を結ぶね、ところ、あそこだと上も名古屋高速走ってるんですけど、ああいうところで走り慣れてると、あの下道、名古屋高速の下のあの国道の部分を走ってると、まあ、まずこういう高架があるのって、まあ、その高速道路しか基本ないんですよ、作りとして。だけどこの中心地走ってると、マジで難解だなと思うのが、マジで最初にね、一番最初に大阪に停車した時にマジにびっくりしたのがこれなんですよ。これまた、これだからバイパス風になってるんですよ。右側の車線進んでくださいって言うじゃないですか。これがね、本当に最初びっくりして、何これと思って、高速の下にこんな作りになってると思って。だから言っちゃえば、まっすぐ行きたい人はここ進めばいいんだけど、この下にある大通りの交差点を左折したい人は、一番左の速度をキープして走らないとダメなんですよね。だから交差点を右折したいなと思って、例えばそうだな、一番右の車線走ってたら、当然なんかあそこのこうアーチ状のところに進んじゃうので、これがマジでね、最初びっくりした。こういうパターンの作りがね、なんかね、多いんですよ、大阪どこ運転しても。特にあの阪神高速
もう下とかね、なんかそういう作りが多いんですよね。もう朝6時過ぎですけど、もう車増えましたね。うん、でね、なんで僕朝この時間にじゃあ運転してんの、野球6時スタートなのにじゃあなんでってなんですけど、まあ地方とかだと、まあ日中の運転は別に問題ないんですよ。まあ流れてるんで全然いいんですよ。ただね、このね、特に大阪、まあ多分東京もそうなんだろうけど、もうね、中心地運転してるとマジでね、もう下のね渋滞すごいんですよ。全然進まん。でね、じゃあまあ阪神高速走っとけばいいじゃねえかって話なんですけど、阪神高速もね意外と混んでるんですよ。まあじゃあどっちが一番流れてるかっつったら阪神高速なんですよ、当然ながら。だけどね、そうだな、大阪でもその場所によるんですよ。例えば大阪の東大阪とかそっちの方だったらまだいいです。全然日中でもまあね、あの半田道路を走って、まあ、渋滞してんなと思いながらいいんですけど、そこ経由して京セラドームとかこの道頓堀南辺らへんかをね、こう運転するってなるとちょっとね、まあしんどいんですよ。もう全然車が動かない。なんかもうね、ちょっと嫌で、それが。でね、僕が考えたのが、およそ500メートル先、左折専用レーンがあります。まあまあ、朝走った方がいいんじゃねえか、みたいな。朝かもう、あの前日からもう入っちゃえばいいんじゃねえかと思ったんですけど、まあちょっとタイミング的に、まあ朝が一番いいのかなっていうふうに判断してね。まあいろいろ理由あるんですよ、他にも。まあ朝入った方がいいなってメリットがあって、まあ渋滞を回避できるっていうのと、あとまあ京セラドームの周りの駐車場ってまあ高いんですよ。特にあの名古屋ドーム、バンテリンドームの周辺もまあ同等なんですけど、その京セラドーム大阪の周辺のところも イベント開催日の日に関しては特別料金設けてるコインパーキング多いんですよ、もう近隣は。だから例えば1日800円のところも、特定日に関しては、まあ、野球の試合があるとかコンサートがあるとかそういう日に関してはもう、まあ、ほぼ倍の値段ですね。京セラドーム大阪のそばにあるコインパーキングだと3000円とかも見たことありますね。やっぱそれってすごい出費じゃないですか。まあ正直僕もちょっとこれは無理だなと思って、さすがにそれはね、まあ3000円、まあ、1500円でもまあ高いなと思いつつも、年に1、2回ならまだね許されるけども、気分としてはその年に何回も、ね、年に何回のところがもう月に2回ぐらいかな、平均で、まあ、今通ってるんですけど、まあ、そうなるとね、正直もう出費がすごい、もうこれはちょっとまずいなと思って、でね、僕が見つけたコインパーキング1日500円のとこあるんですよ。ただね、歩いて10分ぐらいの距離なんですけど、およそ500メートル先、右折専用レーンがあります、ご注意。およそ500メートル先、歩いて10分、まあ、10分は全然ね健康的ですよ。だからその京セラドーム大阪のそうだな、内野のゲートかな、そこら辺から、あそうね、歩いて10分かな、信号にあんま使わなければ、まあ、10分ぐらいで行けそうなところがあるんですよ、見つけて。でただね、そこはね、周りがね工場が多くて、で日中はねもう満車です。でね、
その駐車場30台ぐらい止めれるんかな確か。で、あの特定日がないんですよ。これ嬉しいですよね、特定日ないの。でね、特定日なくて、で、まあ当然満車になるんですよ。まあ500円なんで。でね、そのいつ混む満車になるんかなって、まあずっとこう見てたんですよ、一日中。で、朝の8時になると満車になります。まあ当然ながら、あの近隣に住んでる人の駐車の出し入れだったり、工場に出勤する人のちょうど重なるタイミングで、朝8時、過ぎるともう満車率9割みたいな。でも9時超えるともう来る、その満車をずっとキープしてて感じ、まあほぼ動かないみたいな。だからもう朝7時ぐらいまでに、もう車入れればいいみたいな、そういう感じですね。だからまあ朝行こうみたいな。で、その京セラドーム大阪の隣がイオンモールあるんですよ。で、そのイオンもそうだし、その周辺もカフェがあるんで、まあね、朝8時からやってるんで、まあ編集がてら、まあ行こうじゃないかっていう感じですね。で、京セラドーム大阪の中にも、あの入場エリアじゃなくて普通にあのフリー誰でも入れますよっていうところがねあるんですけど、そこのエリアに、あれケンタッキーが入ってるんですよ。なんかそこにもいたりとかねまあ最悪また車に戻ってっていう感じですけど、まあだから個人的にはすごくね、まあ問題ないかな。長いけど夜6時の試合開始まで。ただまあその空き時間というか、まあより効率よくね、活動、一日活動する上で、まあ僕が編み出した一日のスケジュールというかね、なんかそんな感じです今大阪市の中央区ってとこ走ってますね。ここすごいよね。これも。これが一般道で、この右がほら、阪神高速ですよ。これ、すごいよね。この作り。マジでびっくりするもん。およそ500メートル先、西本町、追突事故、はい、多発地点です。最近はね、まあ頻繁に運転するようになったんで、ある程度慣れてきたんですけど、およそ2キロ先、川口1、斜め左方向です。去年の10月も、クライマックスシリーズで、ね、感染した時に、久々にこう、中心地を運転した時にね、マジでビビった。信号もまあ平面用、高架用ってありますけど、まあこの辺はね、まあ名古屋にもありますよね。名古屋高速の出口とかでね、ありますよね。もう慣れないね。だから日中運転すると、要はもう車の台数が
当然増えるわけですよ。だから見にくくなるんですよ。だからどこの車線を進むべきかっていうのが見にくいなーみたいな、なんかそれがね嫌で、なんかゆとりがないから。あとね、もう大阪ならではなのが、ね、二輪車が本当に尋常じゃないぐらいの台数なんですよね。もうびっくりするぐらい多い。ちょっと慣れないんだよね。多分ね、またもう一回左の車線行くんですよ。およそ500メートル先、右折専用レーンがあります。ご注意ください。多分これで合ってる。で、これが本線で、この左にあるのが側道っていう扱いなんですよ。これがまたね、なんかね、ちょっと不思議なんですよね、作りが。およそ500メートル先、阿波沢駅前、追突事故、多発地点です。だからこの近隣で、例えば、じゃあ、路地に入りたいなって時に、悩むんですよ、ね。およそ1キロ先、川口1、斜め左方向です。いつ入ればいいと思う。これがいつもね、悩むね。ナビの言ってることがたまに理解できない時あるから、もう難しいなと思いつつも、これ阪神高速の塗装かなんかやってんのかな。柱が色出しくなってるよね。で、この間にこの柱のこのポールは多分あれでしょ、フェンスか何かを設置しようとしてんのかな。何なんだろう、フェンスかな。より、あ、でもそうだね、フェンスか。フェンスを取り外してたか、取り外しててまたつけるのか。よし、ご注意ください。わあ、すぐ捕まったね。そう、だから今まあ6時過ぎですよ。でもこれが日中ってなるともうすぐ信号捕まるんで全然進まないよ。もうね、辛いよで次またこれまっすぐまっすぐ右右でしょ、すぐまっすぐ右見て、ダンスダンスレボリューションかよ、ほんとに。ダンスダンスレボリューションって知ってます？多分僕のチャンネル見てくださってる人は知ってると思いますけど、さすがに年代的に。うちのチャンネルの視聴者さん、40代から60代、70代の方が非常に多いので、40代の方だったらね、多分知ってますよね。プレステ版のダンスダンスレボリューション、僕あれ好きですね。専用の足踏みコントローラーは持ってないけど、あれ好きだね。なんだろう、西区か。で、次の車線一番左に、ね、そうね、工事してたから
車線をまたいでたけど、でここで車線をまた通順戻るんですね。これよくわかんないのよ。車線をまたいできたんだけどさ、この車は左方向です。国道172号線港通りに入ります。左折ルールがわかんないね、この辺です。でもあれまっすぐだから、多分本当はまっすぐ行かなきゃいけないんだろうけど、まっすぐ行けないのかな。じゃあちょっとよくわかんないんだよね。斜め左方向大阪港方面です。その先およそ2キロで左方向です。この信号斜め左方向です。さあ西区でもね、もうすぐ到着なんでね、ここ左曲がってまっすぐ行くと、まあ、その近辺になるんで、まあもう到着って感じですけど、ね、都会は難しいね。これほどに難しいものはない。6時半か。もう普通に車流れてますよね。もう完全に活動してますね、皆さん。コスモスクエア、あれどこなんだろう。近鉄かな。見えてきた。ドームの頭が見えてきましたよ。見えてきたね。京セラドームの形って本当に不思議ですよね。およそ500メートル先、右折専用レーンがあります。ご注意ください。晴れるかなと思ったけど、今日は一日曇りの予定なんですよ。で、夜の10時ぐらいからもう完全に晴れマークに変わってるんで、それまではまあ雨降ったり降らんかったりって感じみたいですね。もう我慢ね、傘持ってくの好きじゃないんだよね。しかないな、傘好きじゃないんだよね。朝早いね、みんな活動。まあ名古屋も同じぐらいか。名古屋はね、特にトヨタ企業の人はね、ほんと朝早く出るんでね。
153号線 の、 あの名古屋とトヨタのね、あそこの間のところってめちゃくちゃ渋滞するんですよ、朝。およそ1キロ先、左方向です。当然ながら、ね、働く人はもう遅れることは許されないんで、もうね、それはもう生産ライン支障が来たすんで、当然ながら、だからめちゃめちゃみんな朝早く出るんですよ。もう超絶余裕持って出ないといけないんで、だもう朝6時過ぎの時点でもう渋滞すごいんですよ、朝。で、僕あの時間帯をね普通に運転したことあるんですけど、いやーすごいよ、豊田関連の。もうここ左曲がったら、京セラドームもそうなんです。ただね、まあ僕が行く駐車場はちょっと離れなんでね、まだ真っすぐ行くんですけど、もうね、その駐車場の周りのね、工場がまた渋くていいんですよね。がもう昭和の時代から長くやっているって感じの、貸しながらのなんか工場なんですけど、もう味があるんですよね。意外と傘差してないんだね。自転車ピャーって取ってくからね、みんなめちゃくちゃ怖いよ。ほらもうこの辺からもうね、左方向です。めちゃくちゃいいよ、なんか渋い感じが。ゆっくりと下ろしてな。あ、来た。はい、開いてる。およそ100あの奥にある東横インね、たまに止まります。連泊の、連泊したい時はね。この後の天気は雨のち曇り、降水確率 50% です。傘を持っていくと安心です。24時間500円だからね。駐車券をお取りください。よっしゃい。
手に止めないとね、隣の人が手配しにくいからね。よっしゃ、はい、ご視聴ありがとうございました。